はい、こんにちは、116ウィンズです。いやー、大谷選手 MVP 受賞しましたね。今日両リーグの MVP が発表され、 AL はエンゼルスの大谷翔平選手、 NL はフィリーズのブライス・ハーパーがそれぞれ MVP を受賞しました。大谷選手に関しては AL では2014年のこれまたエンゼルスのマイク・トラウト以来の満票での MVP ということで、いや本当におめでとうございます。日本人選手としては2001年マリナーズのイチロー選手が唯一 MVP 受賞していましたが、20年ぶりにまた日本人選手が MLB の MVP 手にすることとなりました。二刀流を高いレベルでこなし、シーズンも完走することができましたので、ここまで来たら大谷選手以外が MVP になる可能性はあまり考えることできませんでしたが、まあ、納得の選手ですよね。 MVP 発表前に MLB ネットワークが MVP のファイナリスト、事前に投票のトップ3選手が発表されていましたので、その選手たちにリモートでインタビューしていたんですが、大谷選手に関しては MVP 受賞はもうほぼ確定、あとは満票か否かが注目ポイントとなっていましたので、発表を待つドキドキよりも大谷選手がインタビューを受けていた部屋の背景があまりに真っ白で、しかもおそらく部屋の角のような場所でインタビューを受けていたので、なんかそっちの方が気になっている方多かった気もしましたが、それくらい多くの人にとって受賞は当たり前と思わせた、その活躍がやはりすごかったということでしょう。MVP が発表され大谷選手も大喜びするわけでもなく、特にテンション変わらずにインタビュー答えている様子もまた印象的でした。AL の MVP の投票結果はご覧の通りです。大谷選手が1位票30票すべてゲットし MVP、 ゲレーロジュニアも2位票をほぼ独占し、 USA Today のボブナイチンゲール記者は2位を独走という面白い表現をしていましたが、大谷選手とゲレーロジュニアが今季突き抜けた存在であったのはみんな同じ認識だったんでしょう。セミエンの3位も結構共通認識という感じで、4位以下から本格的にばらけたというところでしょうかね。個人的にはロイヤルズのサルバドール・ペレスがトップ5に入らなかったのは意外でした。ゲレーロジュニアと共に今季48本のホームランを放ち、ホームラン王に輝きましたし、しかもキャッチャーメインにやりながらそれだけバッティングで存在感を示しましたので、投手で46本打った大谷選手がこれだけ評価されるのであれば、ペレスもそれに近い評価を受けてもおかしくないかなと思っていたんですが、想像よりも票が伸びませんでした。あとはマリナーズファン的にはハニガーに1票入っていたのが嬉しかったですね。不運ともイエロー大怪我をきっかけに2019年6月からずっとプレーできていなかった選手ですが、今季見事にカムバックを果たし、大きな怪我もなく1年間戦い抜いて、キャリアハイとなるホームラン39本、さすがに MVP 取れるほどの成績ではないと思いますが、こういった形で今季の彼の活躍が認められたのは一ファンとしても良かったなと思いましたね。さて話を大谷選手に戻しますが、まあ、今季の大谷選手の活躍を考えたらそりゃ MVP 取るよなという内容でしたもんね。バッターとしてホームランを46本放ちながら、先発投手としても9勝、防御率 3.18、 高校野球のエースで4番のノリを MLB にそのまま持ち込んでいますからね。普通に意味がわかりません。昨年は投打に早く忘れ去りたい1年を送った大谷選手ですが、今季打者としては155試合で46ホーマー、100打点、OPS9 割6分5厘、投手としてはシーズン序盤スピードこそ出ているけど、コントロールがちょっと荒れ気味という印象の試合が目立ったんですけれども、次第にスピードを少し抑えて試合をまとめるようになりまして、キャリア最多となる23先発130回3分の1を投げて、防御率 3.18、 イニング数を上回る156奪三振を記録し、投手成績だけでエンゼルス投手陣の中で最高のウィンザーボールリプレイスメントも叩き出しました。エンゼルスのエースでもありましたよね。6月30日にヤンキースタジアムで1回持たずに7失点した試合をきっかけに、投球内容が抜群に良くなりまして、以降の11先発でクオリティスタート9回、トミージョン手術を受けたこともあったりして、打者としての評価と比べたら先発投手としての評価は開幕の時点では低かった気がしますが、後半戦から長いイニング投げられるようになってきましたし、いよいよ投打ともに手がつけられない存在となってきました。また今季は大谷選手にとって初めてのオールスターにも選出され、アメリカンリーグの1番 DH を打ちながら先発投手も務めるというオールスター限定で、大谷選手のためにルール変更も行われたのもまた記憶に新しいですね。というか初回シャーザーと対戦した後に当たり前のようにマウンド立って、でタティスジュニア、マンシー、アレナドを抑える姿を中継越しに見ましたけれども、よくよく考えたらなかなか歴史的な瞬間を見たわけですよね。なんなら前日はホームランダービー出場していましたし、本当に大谷選手は我々の常識とはかけ離れた存在なんだなとつくづく思い知らされました。これだけの活躍、これだけのインパクトを残したわけですし、今季リーグで最も価値のある選手であったことは疑いようがなかったでしょう。
大谷選手 MVP に向けて障害となるようなことはほとんどなかった印象ですが、唯一挙げるとすれば大谷選手が所属するエンゼルスがトラウトの離脱なども影響して今季思うように勝つことができず、それだけが MVP 投票にどう影響するか、 MVP は受賞できても誰か一人くらいそこを重く見て別の選手に1位票を投じる展開があってもおかしくないかなと思っていましたが、エンゼルスのチーム状況を考慮しても大谷選手が文句なしで MVP という共通認識があったことが投票で見事に証明されました。AL MVP のファイナリストの選手たちの打撃成績がご覧の通りです。トータルのバッティングではホームラン王にもなったゲレーロジュニアが上で、というか22歳の選手とは思えないようなバッティングで三冠王に近いような成績も残しましたし、普通の年なら MVP でもおかしくないような成績でした。ただ野手としての総合力はゲレーロよりもセミエン。今回が直近3年間で2回目の MVP ファイナリスト入りした選手で、今季セカンドとして史上最多の45ホーマー。もともとショートで今季ブルージェイズ移籍に際してセカンドに移りましたが、セカンド守備も一級品でゴールドグラブ賞も受賞しました。ゲレーロもセミエンもどちらも本当に素晴らしいシーズンを送り、ブルージェイズもプレーオフこそわずかに逃してしまいましたが91勝したわけですけれども、最終的に大谷選手との差を生んだのがピッチャーできるかどうかというのはなんともかわいそうな話ではあるんですけどね。MLB ネットワークで MVP 発表前に選手の活躍を紹介する際にも、ゲレーロの話から大谷選手の話に移る際に、ただゲレーロはピッチャーできるのという紹介のされ方をしていたんですけれども、それぐらいバッターとしてゲレーロやセミエンに匹敵する成績を残しながらピッチャーとしても高いレベルで活躍したことは誰が見てもインパクトが強かったということでしょうし、多くの人にとっての決定打となったんでしょう。投打で合わせてウィンザーボールプレイスメント 9.1 とぶっちぎりの値を記録したのも大きかったでしょうね。まあ、投打合算での評価に今後もなってしまうと、大谷選手が常に MVP みたいになってしまいそうなので、来年以降の投票がどうなるかは分かりませんが、今年に関してはこれ以上にない衝撃を残した大谷選手の満票での受賞となりました。ということで大谷選手の MVP 大変おめでたいんですが、あとはもう少しチームが勝てるようになれば文句ないですよね。エンゼルスは今回大谷選手が受賞したことで、直近8年間で実にエンゼルスの選手が4回 MVP を受賞、まあ、大体はトラウトのおかげではあるんですけれども、このうちチームが勝ち越していたのは2014年の1回のみ。 MVP クラスの選手を保有しているメリットを享受できているとは言い難い内容となっています。もちろん野球は1人や2人のスーパースターがいるからといって勝てるスポーツではないので仕方ない側面もあるのですが、トラウトや大谷選手という歴史に名を残すレベルの選手が同時期に在籍しながらなかなか勝てていないのはもったいないですよね。大谷選手も FA 権取得まであと2年に迫っており、契約延長の可能性は当然あれど、かなり高額な契約になることはもう避けられないでしょうから、その場合トラウト、レンドーン、大谷選手の3人に1億ドル以上使うみたいなことになりかねず、エンゼルスが勝てるロースターを編成するのはかなり難しくなってしまう気もしています。なのでできれば大谷選手が FA を取得するまでにしっかり勝てるチームを組みたいところですよね。先日コンオフ最初の補強としてエンゼルスのノア・シンダーガードを獲得しましたが、故障明けでリスクはあるものの、これまでとは違って稼働すればエース格の活躍に期待ができる選手を連れてくることができたのはまずはいいスタートと言ってもいいんじゃないでしょうか。大谷選手も今季終盤に勝ちたい旨のコメントを残していたこともありましたし、トラウトと大谷選手を中心にいかにエンゼルスフロントが強いチームを作り上げるか、オフの動きにも注目したいですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。